何？ここは一体どこだ？これが私たちの船さ。やっぱり神様？神様ではないわ。私たちはあなたたちよりちょっと進んでいるだけなの。あなたたちもいずれこういう力を手に入れることができるわ。では早速メディカルセンターに彼を運ぼう。床が動いている。さっきはドアが勝手に開いたし。あ、すごい、見たことないものばかりだ。そういえば君たちの名前をまだ聞いてなかったな。ラティクス・ファーレンスです。ミリー・キリートです。ドン・マルト艦長、彼の症状が悪化しています。うん、急ごう。これは驚くのも無理はないけど、これが私たちの医療手段なの。ドクター、あとは頼んだぞ。はい。さて、君たちはここにいても仕方がない。せっかくだから艦内でも見て回るか。艦長、それは保護条約に違反します。今さらそれもないだろ。私はブリッジに行く。君が案内してやってくれ。あ、艦長。もう、
気をつけて、センサーに何か反応があるわ。いた。フェルオームよ。やっぱりメトオクス山で卵がついていたんだ。クソ、行くぞミリー。みんな油断するな。手強そうね。グレン君、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 早すぎるな。よかった。消えたわ。え、いますよ。ここに。そう、君たちには見えるのね。あなたの血がかかった瞬間に見えなくなったわ。イリア、ラティたちをメディカルセンターに連れて行ってくれ。私も行く。わかりました。今どこから聞こえたんですか？私たちはコミュニケーターというものを使って遠くにいる人といつでも話すことができるのよ。とりあえずドクターが私たちを呼んでいるみたいね。これの始末は頼んでおくから、メディカルセンターへ行きましょう。治ったんですか？わからないわ。どうだったんですか？そうせかさないでくれよ。今からドクターが話してくれるから。調査の結果、病原菌は発見できました。その正体も分かりました。ですがこの病気を治療するのは現代の地球の医学では無理です。こんなすごい力があるんでしょ？ちゃんと調べたの？ねえお嬢さん、非常に高度な医学力があるからこそ逆にはっきり無理だと分かるということもあるんですよ。この菌はものすごいスピードで自らを変化させていきます。これではどんなワクチンもすぐに効果がなくなってしまいます。一応方法がないわけではありません。このウイルスの組成を見る限り、これは天然のウイルスです。ですから最初に補菌していた生物、つまりホストを発見し血液を入手すれば免疫血清が作れます。助かる？いえ、助かるんですか？はい。でも3日ほどで石化してしまうんですよ。そのホストを探す暇なんて。奇妙な話ですが、石化しても分子構造はそのまま保たれています。ですから血清さえ手に入れれば元に戻すことも可能です。とにかく元に戻せるっていうことよ。だが簡単な話ではないな。レゾニアが敵である我々にホストのことを教えてくれるはずがない。そうですね。しかし一番の疑問点は、なぜその化学兵器を惑星ロークに使用したか
ですね。ローク？君たちの住む惑星につけた名前さ。イリアの言う通り、確かにローク人を石にしたところでレゾニアには何の利益もない。ドクター、ローク人の体の組成で地球人やその他の惑星の人間型生物と異なるところはありましたか？そうですね、内臓、筋肉、神経などの基本システムは地球人とほとんど変わりませんが、一つだけ大きく異なるところがありました。死ね。そうです、血液の組成があらゆる面で地球人とは大きく異なります。わかりやすいところでは、酸素を運ぶヘモグロビン、地球人は鉄ですが、ローク人は銅を基本に作られています。何が言いたいんだ、イリア。あくまで可能性ですが、ローク人を石にすることにより何か得られるのではないかと。それなら化学兵器をローグに落とした理由が説明できます。何かとは？例えば未知の物質とか。まさか兵器か？可能性はあります。しかもレーダーにも映らない不可視の物質。じゃあ武器を作るために私たちを殺しているのですか？まだ決まったわけじゃないのよ。でもそれなら説明はつきます。とにかく、もしそうならロークから石になった人が何人か消えているはずだ。それを探査しよう。私はブリッジに行く。ドクター、この血液が石化することによってできる物質から作られるもので兵器になりそうなものをコンピューターでシミュレートしてみてください。組み合わせは何万通りですよ。やるしかないのよ。わかりました。俺が今の日常が退屈だなんて思ったからこうなったんだ。何言ってんの、関係あるわけないでしょ。でもそれより私にもっと力があれば。艦長はブリッジに来てほしいそうだ。エレベーターで上に行けばいいよ。わかりました。おお、来たか。話はエリアから聞いてくれ。石化した人の人数について以前に探査した時と数を比較したら20万人分ぐらい減っているわ。我々に見つからないようにどうやって持っていったのかしら。じゃあやっぱり。まだ兵器と決まったわけじゃないわ。だが奴らが平和利用するとはとても思えんだな。いや、すまなかった。ところで、我々はこれから地球に向かうことになった。外交官を通してなんとかレゾニアにホストを渡してもらうつもりだ。ま、法外な要求をされるのは目に見えているけどな。君たちにも報告のため同行してもらいたい。艦長、ドーン君の容体は？すぐに行く。重要な器官が石化し始めました。危篤状態です。ドーン。ロニキさん、お願いがあります。なんだね。せめて最後は家で。最後だなんて。君は少しの間眠るだけだよ。でも血清が手に入らなかったら。お願いします。わかった。転送の準備を。はい。私たちもドーンと一緒に行かせてください。君たちは必ず戻ってきますから。
わかった。その代わりにイリアを付き添わせるぞ。ありがとうございます。ドクター、ドーン君は寸分の狂いなくベッドの上に転送させるんだ。わかりました。イリア、頼んだぞ。はい、艦長。実は最後に渡したいものがあったんだ。何言ってるの。少しの間眠るだけよ。そこの棚の上にあるオルゴールを取ってくれ。それをミリーにやるよ。これは妹さんの。私もらえない。もらってくれ。それは妹に俺が。大丈夫、必ず俺が助けてやる。辛いと思うけど行きましょう。彼を助けるために。はい。これから地球という惑星に向かう。部屋は用意したのでそこで休むといい。はい、ありがとうございます。セクターシータのポイント001マーク269、ワープ6で発進します。ミリー、見てごらん、綺麗だよ。綺麗。星の海みたいね。これから我々は周回軌道に入り、地球連邦本部に向かう。何か迫ってきます。何あれは。どこに。何を言ってるの。なんだ、いきなり現れたぞ。空間戦員か。違うようです。事前に重力針は発見できませんでした。だから何か来るって。そういえばラティたちには見えてたの。不可視物質。あのカンガか。艦長、突如出現した未確認航宙艦から通信が入っています。聞かせろ。我々はレゾニアより施設として訪れた。我々に戦闘の意思はない。繰り返す。それではレゾニアは我々と休戦協定を結びたいと申されるのだな。はい。地球との戦いは我々としても本意ではなかったのです。レゾニアの陰に第三勢力の存在があるというのは本当だったのだな。第三勢力。はい、それは脅迫でした。高度な文明を持っているようで、半年前の惑星伊勢の爆破も彼らの手によるものなのです。目的は分かりません。ですが我々にウイルスや新素材の技術を提供したのは。なるほど、話は大体分かった。惑星ロークに投下した細菌兵器、つまり例のウイルスのワクチンかホストをこちらに引き渡してもらいたい。
それは無理です。一応ウイルスの出所は300年前の惑星ロークにいたアスモデウスという生物だと分かっているのですが。アスモデウス？はるか昔、魔界大戦で倒された魔王じゃないか。伝説で残っているような存在か。もうこの世にはワクチンもホストも存在しないのです。ですから惑星ロークは残念ですが。そんな。仕方あるまい。救済策がないと分かった以上、惑星ロークは封鎖せねばならんか。なんだと？俺たちの星を見捨てるっていうのか？ラティ、落ち着いてちょうだい。ちくしょう！みんなを助けるためにここまで来たのに。私たち、一体これからどうすればいいんですか？まさか、ウイルスを300年前のロークから入手して保存していたなんて。これではホストの入手は不可能。連邦はロークの封鎖を決定したわ。あなたたちには私からは謝ることしかできない。本当にごめんなさい。不可能ではないな。ただ極端に可能性が低いだけだろ。まさか惑星ストリームに向かうというのですか？何を言い出すかと思ったら、それは無茶です。艦に乗り込むのは私が何とかしよう。ですが、まだ方法はあるんですか？方法っていうか、確かに惑星ストリームのタイムゲートを使えば何とかなるかもしれないけど、しかし艦長、それは。とにかくお願いします。教えてください。艦長、発艦命令は聞いておりませんが。話は私が聞いている。構わん、どうぞ。ああ、大丈夫です。艦長、すぐに発艦できます。よし、昇降ハッチを閉鎖しろ。二人で大丈夫なんですか？ああ、コンピューターがあるからね。コンピュータ？説明が難しいが、人間には難しい部分をいろいろと助けてくれる道具があるのさ。さて、発艦するか。でも惑星ストリームだなんて、間違いなく軍法会議ものですよ。下手すれば一生強制労働だな。だがもう後には引けん。艦長のような上官を持って私は不幸ですわ。ごめんなさい。あなたが謝らなくてもいいのよ。不幸だとは言ってみても、惑星ストリームに行くのを渋っているわけじゃないんだから。私は艦長についていきます。だから艦長は私を正しい方向に導いてくださいね。ところで、惑星ストリームって一体何なんですか？地球やロークのようにストリームという名前のついた星のことよ。我々が以前新宇宙探査を行っている時に偶然発見したんだ。惑星ストリームは私たち地球人が宇宙に出るよりも以前に超高度な文明を持っていたと言われているわ。でも実際には何も分かっていないの。そこに
タイムなんとかがあるんですか？タイムゲートだ。これを使って過去のロークに行く。過去に？そうか、過去に行けばアスモデウスの血を手に入れることができる。それで赤化病の薬が作れるんですね。まあ簡単に言えばな。でもタイムゲートの仕組みも私たちにはまだ解明できていないの。それで危険だから立ち入り禁止になっているのよ。まもなく惑星ストリームの軌道上に突入します。ん？いけるもん。タイムゲートの守護者は私たちを受け入れてくれるのかしら。レゾニアの密使によれば、謎の第三勢力とやらはロークでウイルスを入手した。今から数えれば何百年も前の話ですよね。そうだ、我々が考えるよりもはるかに文明の進んだ連中に違いない。そいつらがロークを訪れる前に我々は時間転移し、ホストの体の一部を採取する。ただし門が私たちを受け入れてくれたらの話だけどね。タイムゲートの守護者よ、私たちの願いを聞いてほしい。どうか私たちを300年前のロークへと導いてもらいたいのだ。私はゲートを守護する者。あなた方の申請は許可された。過去へのゲートを開く。やったぞ。武器や通信機は全て置いていくんだ。持ち込もうとするとゲートに弾かれてしまうぞ。私たちは少なくとも間違いを犯しているわけではないと考えていいのかもしれないわね。よし、飛び込むぞ。ドン、待ってろ。必ず助けてやるからな。よし。ありがとう。大丈夫ですか？ゲートが。いけない。イリアさん、大丈夫ですか？